いやだからもうあのまず自然界にある情報処理ネットワークって、うん、あの進化してるじゃないですか。進化で出てますよね、うん、あの自然淘汰で、うん、あの全部生まれてるじゃないですか、はいはいはい、あのそういうようなものっておそらくはある情報システムができて それをちょこっと変える情報システムというのがその上に乗っかって、うん、みたいな感じの、 あの継ぎはぎで作られているはずで、うん、あのなぜかっていったら自然に発生してるんだからプログラマーがいないで作るためには、うん、そういうふうにあの変更を最小限にするようなあの情報処理ネットワークの積み上げで作ってるって考えっていうのが自然で、うんうん、で、まあ、そういうふうなフラクタル構造があるんだけども、うん、その中の一番最上位のところでやってるものを人間は意識として僕は読んでるんだと思ってるんですよね、うんうん、でしょうね。そうですそうです、まあ、人間と猿の違いって前頭葉が発達してるっていうのが一番大きな解剖学的な違いなんだけども、その前頭葉の中の回路っていうのがそれまでの猿とか動物 の、 あのネットワークに関して干渉してちょっと書き換えるっていうのが基本的な構造で、だから意識っていうのは ある情報処理ネットワークが既存の情報処理ネットワークを乗っ取る行動から発生してるって考えるのがもう一番自然な考え方だと思うんですよね。まあ、乗っ取るというよりは、はい、統合してるっていう気がするんですけどね。統合しないと乗っ取れないんで、うん、そうですそう、そうですそうです。ただその回路自体の基本的な構造は一緒だと思うんですよ、はい、使ってるハードウェアはほぼ一緒ですよね。そう人間の脳の場合は、うん、はい。だから僕ねちょっと思ってるのが堀江さんとねひろゆきとの違いっていうの、言うのっていうのが人間のその意識の脳と動物の脳との間のパワーバランスの違いで説明できるなっていうことを思っていて、はあまあ報酬系って人間の脳で2種類あって、うん、で普通 の、 本能的な報酬系、うん、食欲とか性欲だとか、うん、それっていうのはもともと動物の脳の方にあるんですよ、うん、でそれで前頭葉の方にもあって、でこれはなんかねドパミンとかバンバン出てなんか好奇心だとか、うん、なんかそういうエウレカみたいな感じのところが、うん、2つあって、で基本は動物の方が優勢なんですよね、うん、でその前頭葉にあるような報酬系っていうのは実はそんなに力が強くない。それってこの前頭葉の精神がその動物的本能の肉体をコントロールしようとしてるっていう構造で説明できると思っていて、でその時にその人間の方のがどうやって折り合いをつけていくのかみたいなのがあるんだと思うんですよね。で基本的には堀江さんっていうのはその意識の力が相当強いように見えるんだけども、うん、動物脳をコントロールする時にもともと本能的な欲望を満たすっていうことと引き換えにコントロールしてるんですよ、うん、もう性欲だとか食欲だとかそういうのを満たしてあげるから言うことを聞けみたいなのが、うん、多分堀江さんがやっている戦略で、うん、でひろゆきってその本能部分がすごい弱いんですよね、うん、なんか欲望動物的に欲望が根本に欠けてるじゃないですか、うん、でドラマとかも彼1回しか見ないんですよね、うん、もう筋が分かったらいい、だから何度も見てなんか味わうみたいなことって動物的本能を満たすんだと思うんですけども、それに対する興味が彼は全くないんですよ、うん、だからそもそも報酬系がそもそも弱いんだと思うんですよね、動物的な、うん、理性の方の報酬系の方がもう既に勝っちゃって、だからほぼ論理だけで自然に勝ってるってことですよ。そう自然に勝っちゃってる、うん、まあそれはそうかもしれない。そう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 っていうのが違いだと思っていて、で多分ひろゆき型が増えてるんだと思うんですよね。あ、なるほどね。タンパクな、確かに、まあ、タンパクというかそれが優勢になっても勝てる世の中というか、はい、になってきたっていう方が正しいんじゃないですか。あ、それは正しいかもしれないですね。